どうぞ。これセルフタイム？あ、もう始まった。始まった。あ、新キャラ動画日記。総100。ゲストもいます。ゲストか。ありがとうございます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 。千秋楽の日曜日のゲストの2人がね、なんとこの特別ゲスト、特別ゲストとして緊張した。めっちゃ緊張した。ありがとうございます。田口さんはもう先走りで舞台上に登場で。いや、はい、実は一撃の日課日記100回、はい、100回やっております。リアル回数、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃおもんない回がめちゃくちゃあります。めちゃくちゃありますほんまひどいやつが。いやだからほんまに内容とか何にもない回がだいたい40回ぐらいありますね。もっとあります。え、でも逆に言うと60回はめちゃくちゃ面白いですよ。だから60回は普通なんです。5回ぐらいはおもろい。奇跡的におもろい。星マークかな。これは面白い。ふざけてるだけで。いや、とかあります。映らないですけど、一撃の動画日記見たことあるよっていう方、良ければ。おおおおすごい、すごい。結構上がったということをお伝えします。結構上がりました。思ったより上がったんです。そうですね。もうね、もうでもね、もう締めますから。段取りがありますね。段取りがありますから、我々にも。いや、むしろ俺にあるから。こんなすみません。すみません。初ヘップホールでの公演ということで、記念すべき100回こちらでね。あ、よかった。本当に良かったと思います。100回やけど、巻いて終わります。はい。じゃあ、大原くん。はい。止めに行こう。え、最後の締めの言葉を言ったら、すぐパチッと消してな。わかりました。いつもですね、いつもこんな感じでアナログで撮ってましたんで、非常にかっこ悪い姿をお見せして終わることになります。それでは、一撃の動画もう一回頭から撮り直そうかな。ふざけちょっと、リーダーリーダーリーダー締めて。それでは、100回なんとか行きました。これからも200回、300回と末永い動画に、さようならー。